東上岡図書館は、岐阜県東上岡町東町にある公立図書館。2016年に移転し、東上岡振興事務所の1階に設置された。同じ東にあり、職員のアイディアに基づく企画を行う古川町の東図書館と比較すると開催行事数は少ないものの読み聞かせなどの自主行事を行っている。 日田市上岡振興事務所の1階に設置されている。旧上岡町役場である上岡振興事務所は、上岡鉱山の最盛期であった1978年5月に、地上4階建ての庁舎として建設された。設計者は、磯崎真である。2009年5月までは3階に、日田市教育委員会が置かれていたが、古川町に移転し、以降は残った機能を1階に、 ほぼ集約し、上階は秋きがめだった。同年6月に市民ら19人で組織された検討委員会に有効利用策を図り、2010年3月に報告書がまとめられた。その中に、上岡図書館を移転する案が盛り込まれていたものの、東は財政難を理由に一旦は棚上げした。その後2014年に、 上岡振興事務所の耐震工事を行うことが決まり、総工費3億5600万円をかけた工事が2016年春に完了、6月4日に移転開館した。図書館部分の床面積は840平方メートルで、独立館時代の2倍に広がった。日田市には、本校で扱っている、日田市上岡図書館のほか、古川町に日田市図書館もある。上岡図書館と、 市図書館の館長は県人である。上岡町内にありながら、日た立山の村小中学校の学区内では、道館まで峠越えなどの交通困難を抱えている。そこで山の村地域では、飛ぶ図書館と命名された移動図書館サービスが2016年より実施されている。飛ぶ図書館は月1回、山の村公民館で第2木曜日に、 図書館職員が出張して貸し出し、返却やリクエストの受付などの図書館業務を行うものである。貸し出しは7冊まで1ヶ月間借りることができる。移動図書館の開始に伴い、山野村出張貸し出しは2015年度末で廃止された。山野村出張貸し出しは、上岡図書館司所の発案で2013年に始まり、第2木曜日に100冊程度の本を 公民館に搬入して、特別に1ヶ月貸し出すサービスであった。山の村は人口200人ほどの小さな地域であるが、子供の数が少しずつ増加しており、親子や高齢者に固定した利用者が存在した。日出上岡図書館の前身となる、上岡町立図書館が開館するきっかけを作ったのは、吉木郡上岡町に住んでいた高校生である。 この高校生は1954年、時の上岡町長に宛てて手紙を送り、図書館の設置を要望した。これに対して町長は、すでに約2000冊を購入し上岡町、教育委員会事務局の2階に設置予定で作業を進めている、と返答した。そして1955年4月に、教育委員会事務局の2階に、上岡町立図書館が開館した。 当時の蔵書数は、一般書、新聞、雑誌を含め、約2500冊で、教育委員会の職員による兼務だったため、土曜日の午後と日曜日祝粛日は休館し、平日の9時から16時まで開館していた。図書の貸し出しはできず、館内閲覧のみとしていた。上岡町立図書館の開館は、岐阜県内の市町村立図書館としては8番目で、町立では、 関ヶ原町立図書館に次ぐ2番目であった。1963年、一人一冊に限り、貸し出しが可能となった。ただし小学生以下には貸し出しておらず、新刊書は5日間、その他の図書は1週間と貸し出し期間は短かった。上岡町中心部から離れた地域へは、公民館の文館に貸し出し業務を委託していた。この頃の図書館利用者は1日25から30人で、 内貸出は15から17人であった。利用者は高校生が中心で、特に定期テスト期間と大学受験期に利用が多かった。1966年になると6811冊に増書が増えたが、町民一人あたりに換算すると0.27冊に過ぎず、なお不十分であった。それでも農村部への3週間置きの巡回貸し出しや、 岐阜県立図書館の巡回文庫を活用した読書サークルの育成、町立図書館読書感想文コンクールの開催などの事業を行っていた。1976年になると、住所、氏名のかける、小学生も貸し出しを可能にし、開館時間の延長、貸し出し冊数の増加を行った。図書館の充実に対して利用実績は貧しくなく、 貸しし登録者数は、岐阜県の公立図書館で、最低の197人であった。独立館時代の建物上岡町立図書館では、利用実績の不振の理由の一つとして、館内の狭さを指摘し、上岡町は1977年から、堀川地区に、新しい図書館の建設を、開始、1978年2月1日に、 総面積407平方メートル、鉄筋コンクリート構造を2階建ての新館へ移った。新館は1階に児童開花室、2階に一般開花室、資料室、視聴覚室を配置し、冷暖房を完備するなど、近代的な施設になった。岐阜県内の町村立図書館で、独立の建物を持つのは珍しく、上岡町立図書館は、先駆的な存在であった。 設備面だけでなく、蔵書の拡充、専門の司書の配置、団体貸し出しと予約制度の設定、資料の複写や、テレビ番組の録画といったサービスの開始など、事業面でも、新規一転した。さらに、広報課、三岡を利用した、図書館の利用促進、絵本の会による読み聞かせも開催したが思うように、利用は伸びず、むしろ減少傾向を示すようになった。 そこで、神岡町立図書館は、次なる一手として1989年から図書館祭りを開催することにした。第1回図書館祭りは10月23日から11月8日まで、読み聞かせや本の展示会、読書に関する放談会、講演会など多彩な催しを行った。図書館祭りは高齢化し、神岡町にゆかりの文学や荒垣秀夫、 江夏つみといった上岡町出身作家に焦点を当てた催しを開催してきた。こうした活動の会もあってか、平成に入ってから利用者数は増加に転じた。2000年になると、上岡町の有志の女性4人が小玉グループを結成し、図書館内外での読み聞かせ活動を開始した。2003年9月に、蔵書の整理とコンピュータの導入のために一旦、休館し、 約4万2千冊あった蔵書を2万9000冊に削減、バーコードシールを重付して、同年12月2日からコンピュータを利用した貸出業務を開始した。この時、町村合併による日出し発足を見越して、古川町図書館と回線で接続し、相互の蔵書を検索可能にしただけでなく、それぞれの図書館カウンターで相手の図書館の蔵書を借りられるようにした。 2004年2月1日、上岡町は古川町、河合村、宮川村と合併して、東となり、上岡町立図書館は、東上岡図書館に改称した。古川町図書館を引き継いだ、東古川図書館では新築移転が検討されるようになったものの、上岡図書館は名称を変更したのみで、そのままの施設を当面利用することになった。2011年、 日田氏は前年に交付された総務省の住民生活に光を降り注ぐ交付金を基金化し、それをもとでに1000人図書館長を一般公募した。そこで館長に採用された西山進を中心に年間10件程度だった図書館の主催行事を大幅に増やしていった。2013年1月には図書館の公式フェイスブックページを開設し、各種企画の告知を開始した。 同年3月2日、13年にわたって、神岡図書館で読み聞かせ活動を行ってきた小玉グループが、最後の読み聞かせを開催した。同会は自作の紙芝居を作成するなど、精力的に活動してきたが、メンバーの常に新しい趣向を凝らして聴衆に臨むという姿勢から、負担が重くなり、グループは存続するものの図書館での活動は、終了することにしたのであった。 読み聞かせ活動自体はグループの最年少メンバーが新しい団体を結成して継続している。日出し発足当時からそのまま引き継いだ上岡図書館の施設は築年数が約40年を迎え老朽化が進んでいた。2010年3月に市民らで構成する上岡振興事務所の有効活用策を検討した委員会が 神岡図書館を同事務所へ移転させる案を提言したが、日出氏は財政難を理由に一旦棚上げすることにした。2014年に事務所の耐震工事を行うメドがついたため同年に設計を開始、2016年春に工事が完了した。2016年度当初予算案は過去3番目の低予算となったものの、神岡図書館に対しては3000冊の 新館購入費が付与された。そして6月4日に移転開館し、いわゆた、船詰めでたや日出市立上岡中学校吹奏楽部の演奏などの開館記念行事が挙行された。旧上岡図書館の建物は老朽化が進んでいるものの、上岡商工会議所の移転先として、同商工会議所に市から無償状とする方向で議論が進められ、 改修工事を経て2017年3月24日に工事完了の祝賀会を挙行、4月より業務開始となった。日田市の図書館では利用者数の減少に対して少しでも図書館に興味を持ってもらおうと様々な取り組みを行っている。取り組みは他の図書館の企画にアレンジを施したものが多く、職員らの発案を採用して実施している。 古川町の東図書館との共通企画も多いが、上岡図書館単独の取り組みもある。図書館福袋2012年より、職員のおすすめの図書を中が見えないようにして貸し出す図書館福袋を開催している。福袋の中には3冊の図書が入っており、文房具などのお年玉もついている。2013年は、東図書館が、 子供向けと大人向けのそれぞれ20セット用意した一方、上岡図書館は子供向けのみ20セット準備した。同種の企画として7月に図書館のお中元を実施したこともある。通読大賞2012年より1年間に入荷した新刊図書の中から人気本や大本を集めて紹介する通読大賞を年末に開催している。 新着図書は入荷直後に貸し出し希望が殺到し、借りづらいが新着書家から一般書家に移される3ヶ月後には大抵借りやすくなることに注目し、1年間を振り返ると同時に入荷直後に借りたかったが借りれなかった人や借りたものの読まずに返却することになった人などに好評であるという。リアルしおりひし図書館と上岡図書館は、 オリジナルのしおりを多数制作し、貸し出し利用者らに配布している。2011年にクリスマス企画として初めて実施された。開始当初は子供向けに野菜や果物の実物写真を貼ったリアルしおりを制作、配布していたが、2013年には地元企業の看板商品の写真を使ったしおりも制作し、地域振興と図書館利用者像を図っている。 リアルしおりと命名したのは、地元企業のしおりを制作した2013年10月のことである。宇宙物理学コーナー、神岡町にニュートリノの観測装置、スーパー神岡んでがあることから、宇宙物理学関係の図書を集めたコーナーを2016年6月4日の移転開館時に設置した。同年7月には、期間限定でスーパー神岡んでを用いて、 ノーベル物理学賞を受賞した小柴雅俊と梶田隆明に関するノーベル賞記念展示コーナーを設置した。日田ブックミーティング2016日田ブックミーティング2016自体は日田市図書館との共催であるが、上岡図書館では上岡町出身の作家、米沢実のに注目した米沢実のの仕事を開催した。企画、米沢みのの仕事では、 米沢の人物紹介と作品紹介をパネル展示で行い、著者の展示と即時貸し出しも実施した。ありがとうございます。